10月18日今日は雨ですけど、まだ結構頑張ってアメリカンブルー咲いてくれてます。だいぶ、霜でちょっと紅葉してきて、お花も終わってきているので冬の準備したいと思います。カットして軒に入れたいと思います。しばらくはこのままお水やりも続けて軒下で管理します。もう少し寒くなったら建物の中に入れて、あまりにも寒いようだったらビニールでカバーしたいと思います。こんな感じで冬越しの準備です。でもまだだいぶ気温があるので外して上開けときます。つぼみもたくさんあるんですけど、外に置いといたら霜で葉がだいぶ焼けてきてます。名残惜しいですけど、つぼみを落としてカットします。こう短く、来年背が高く楽しみたい人はそんなに切らなくてもいいかなと思います。この辺は気温が下がってくるともうどんどん落葉してくるので、もう少し先に間引いておきます。こんな感じに散髪しました。切った枝はこれくらい、これはちょっと冬でも刺し目にチャレンジしたいと思います。簡単温室にしてみました。まだ気温があるのでしばらくは開けておきます。で、蒸れたらダメなので開けておきます。冬越しの準備やってみました。朝の気温がまだ5度、6度、7度ぐらいあるので、この状態のままにしておきたいと思います。最低気温が低くなってきたら上の蓋を閉めたいと思います。この2つは箱に入れなくても超えれるかどうか、違いを見てみたいと思います。よいしょ。軒下でもいいんですけど、カットして室内に入れたいと思います。短くカットします。ハートカズラは球根が生きてたらまた出てくるので、線だけになっているところがあるので一度カットしたいと思います。だいたいこうスリムになりました。リプサリスも窓際で毎年越冬します。こんなスペースに結構窓があるので明るいです。コウモリランとかペラルゴは意外と寒さに強いので、暖房がかかってないところで過ごしてもらいます。この寄せ植えもしっかり根付いているので、水を切ってここで過ごします。で、2週間以上水あげてません。だいぶ乾いてるけど、コウモリランは結構しっかりしてる感じです。ちょっとこのペラルゴがだいぶ葉っぱがタラタラで水カラカラです。と今の気温が今日は7度と、でもあまりにもカラカラなので少し水をあげようと思います。これもちょっと新芽がすっごい乾いてるんですけど、もうちょっとこのままにしておきます。もう少し張りがなくなったらお水やりたいと思います。あ、ちょっと久しぶりに来てみたらだいぶやばいことなってる。水枯れで枯れてるのかな。
いんかな。このハイビスカスは元気。アメリカンブルーがやばいかも。暖冬で結構いい天気の日が多かったからかな。ちょっとなんかね、何で枯れたんかはちょっと分かんない感じかな。これはもうだいぶやばい。これやばい。ポキって言っちゃってるのはもう死んでるからやばいかもしれない。ハイビスカスはこの赤のハイビスカスはすごい綺麗です。カラカラだけどこのままにしときます。でこれがコリウスはもう裸んぼで生きてるかちょっとよくわかんない感じです。でこっちのハイビスカスがめっちゃ汚いです。これもなんかお水がなかったみたいな感じの枯れ方してます。だいぶやばいです。この子たちもねほとんど水あげてないんやけど。そしてこの外に出したまんまのアメリカンブルーカッサカサでなんかいい天気の日に水枯れしたっぽい感じがします。ちょっとダメ元で一回ちょっとだけ水あげてみようかな。ちょっとこれがいいのか悪いのかわかんないですけどちょっとだけ水あげてみます。こっちもちょっとだけ。これはちょっともう救えないかもしれない。根っこが生きてたらっていうとこです。もうちょっとこまめに見るべきでした。ちょっとこれでもう少し様子を見ようと思います。もうちょっとこまめにチェックしに来ないと。暖冬なのでもしかしたら水枯れやったかもしれないです。このまま一回春まで置いてみます。今日の気温は結構高くて今8度ぐらい、湿度 73%。 結構あったかい日が続いてるからかまたタラタラです。お水をあげたいと思います。これももう新芽がタラーってシワシワになってます。相当乾いてます。ベゴニアの葉っぱはまだカラカラでも大丈夫そうだけど、ベゴニアとかゴッドとかは大丈夫そう。ドラセナも大丈夫そうなんですけど、やっぱり新芽の方は水落ちしやすいので冬越しの前にカットしておいた方がいいと思います。少しお水を足したいと思います。たっぷりあげずに少し足す程度にしときます。ドボドボにしないでちょっと足す程度にしときます。半日ぐらいで戻ると思います。葉っぱはシャキッと元通り戻りました。こっちも新芽までシャキッと戻りました。気温が結構ね高かったからここでよく乾いてるんだと思います。なのでお水2週間に1回ぐらい今のとこあげてるペースです。わお。2週間ぶりの水やりです。もう少しお家の中で我慢です。なんとか超えてくれたのはこのやっぱり赤のハイビスカスだけです。アメリカンブルーはやっぱりことごとく枯れてしまいました。こっちの鉢植えもキャットテールと栄養系のコリウスが少し残ってるだけで、このハイビスカスはもうやばそうです。あ、どうやろう。ちょっとポキッといかないのでもしかしたら出てくるかもです。やっぱりアメリカンブルーはそこそこどっちにしても温度がいる感じです。冬はやっぱり家の中に入れておかないと無理そうです。落ち葉いっぱいなんやけど、もうそろそろゴールデンウィークで気温もお掃除ももだいぶなくなってきたのでお外に出してお水あげます。はーい。あ、ちょっとこれ光が不足しているのか、なんかちょっとなんやろ、色が薄くて間延びに、ちょっとお外で日に当てよう。急に強光に当てるとダメなので徐々に軒下ぐらいから鳴らしていきます。はい、はい。ちょっとこれハラハラやねんな。しょうがないし、落としながら行きます。はい。あとは、ボクチン履いといて。
最低気温も7、8度、お昼の気温が20度ぐらいになってきたので、お外に出して水あげます。絶対こう弾くね、水嫌なんやろな、水いらんねんな、きっとな。でもあげといたら、長期間かけてゆっくり効くハイポネックスさんのネクスコートを少し足しとこうと思います。これはいろんな植物用なんですけど、観葉植物用も出てると思います。ちょっとこれは形を整えるために剪定します。ベゴニアの、レックスベゴニアのお花がすごいいっぱい咲いてきてます。ここから新芽が出てるので短くカットしました。これも 3g ぐらい。ちょっとこれから外に置くのでアルトランを振っときます。今日は久しぶりにたっぷりあげます。それから部屋の中でまたハートカズラがすっごい伸びてしまったので、これだけカットします。この辺でカットしちゃいます。切ったこの枝は刺し目に使います。ちょっと2年ぐらい植えっぱなしなので薄い液肥をあげてみます。ちょっと裏方でお恥ずかしいんですけど、しばらくここでお外の光に慣れてってもらって、で徐々にサボテンとかペラルゴはお外に出したいと思います。コウモリランは結構もうずっと夏はここが定位置です。この子もカーポートの下ぐらいの明るさです。結構明るめです。で、一つだけちょっと頑張って生き延びてくれたこの赤のハイビスカスを、今年はちょっと大きくしたいので一回り大きいのに植え替えたいと思います。硬い時はね、ポン、おー、ほんとや、よいしょ、周囲だけちょっとほぐします。ハイビスカスにはもう絶対オルトランを混ぜて、お水たっぷりあげます。今回の冬越しはアメリカンブルーはもう全滅でした。やっぱりこまめに見ないとダメかなっていう反省と、致命的やったんが弱っているところにお水をあげて、根っこがお水吸う力ないのにお水をあげてしまった。で、その水分とかでカビてしまったっていうのがもうすっごい致命的やったなと反省してます。で、ハイビスカスは寄せ植えが、木はね生きてるんやけど、ちょっとまだ出てくるかは分かんなくて、おばあちゃん家で経過観察してもらってます。はい、はい、赤のハイビスカスはもう新芽が出てきてるので、これを頑張って育てて、観葉は結構お家でこまめに見れたから、元気でしばらくはお外の日陰で育てたいと思います、うん、次の冬はまた何か考えたいなと思います。家の中入れないとダメだねアメリカンブルーはもうでもまあまあ温度ないと無理かな。あと視聴者さんが冬でもお部屋の中でアメリカンブルー超えてますっていう風にコメントくださってたので、やっぱりお家の中じゃないとアメリカンブルー無理かなすいません。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。